さんこんこにちは、えー、前日から挙げてますトレードの話題ですけどもちょっとまた新しい情報が入ってきたのでご紹介したいと思いますそれでまあツインズからレッドソックスに移籍となっていた、えー、投手ですけどこちらのねグラテロー投手のメディカルチェックで問題があったっていうことで、まあ、レッドソックスが 他の選手か追加の選手をツインズに求めていたんですけども、ツインズはそれを拒否していたので、まあ交渉が難航してしまっているという状況になってました。今回新しく入ってきた情報ですけども、ツインズから追加の選手は拒否ということで、まあ、このトレード自体からツインズが除外されるという形になるようです。 まあこれに伴って前田投手のツインズ行きはまあほぼなくなったと言っていいんじゃないかなと思います。それで、まあ、ドジャースとあのレッドソックスはまあベッツを絡んだトレード自体はまあ決めたいということで、まあ、2球団間になるのか他の球団が入ってくるのかは分かりませんけども、まあ、とりあえずツインズの場合は前田投手だったわけなんで。 他の球団になってしまうと、まあ、それはまたニーズが変わってくるんで前田投手が残留っていう形が高いんじゃないかなって思いますねなのでこのままドジャース残留という形になるかと思いますそしてこのまま2球団でトレードを成立させるという場合、まあ、レッドソックスは先発ピッチャーのプロスペクトを求めているので まあドジャースとして、あのー、球団内のプロスペクトの上位でいうと、まあ、先発ピッチャーの上位というと、ダスティン・メイになると思うんですけど、まあでも、こちらは今シーズン、おそらく出てくると思うので、放出はないかなとは思うんですけどね。となると、やっぱり他の球団を絡めたトレードの方が、まあ、どこかが先発ピッチャーを送ってくれて、まあ、ドジャースから、 まあニーズナウ選手がいればその方が決まるのは早いかなと僕は思いますね、まあ、とにかく関係している選手たちが今シーズン自分がどのチームで戦うのかっていうのがまあ今分かんない状態ですよねなのでまあもうキャンプも始まることですし早く決めてあげてほしいと思いますねまた続報が入りましたら動画を作りますので よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。